マチレスは、かつて、イギリスに存在したオートバイのメーカー、ブランドである。日本語では、マッチレスと表記される場合もある。マッチレスの最初のモデルは20世紀初頭に生産されており、イギリスで最も古いオートバイメーカーの一つである。メーカーとしてのマッチレス社は1899年から1966年までの間、ロンドン郊外のプラムステッドに存在していた。 二ストロークの小型モデルから 750cc4、ストローク2気筒エンジンのモデルまで幅広いラインナップがマチレスブランドの下に生産されていた。長い歴史の中でモータースポーツにおいても成功を収めており、1907年の第1回マン島 TT レース短気筒クラスではチャーリー・コリアーのライディングで勝利を飾っている。1938年にマチレスは a j ズと共に a m c の一部となったが、両者はそれぞれ自身のブランドでオートバイ製造を続けた。しかし1960年代には、イギリスのオートバイ産業再編の波が襲い、長い歴史を誇ったマチレスの2気筒モデルは、ノートンブランドに引き継がれた。1969年には短気筒モデルも生産を終了した。 マチレス 4PK マチレスの最初のモデルは1899年に作られ1901年から生産が始まった。マチレス社を創業したのはヘンリー・ハーバート・コリアーと二人の息子、チャーリーとハリーである。マチレスのオートバイのガソリンタンクには翼のあるアルファベットの M をかたどったエンブレムのタンクバッジが付けられた。当時の他の多くのオートバイメーカーと同様に マチレスも自転車のフレームにエンジンを搭載することからスタートした。1905年には最初期のスイングアーム式、リアサスペンションとリーディングリンク式、フロントフォークを持ち、ジャップセーブイ型に気筒エンジンを搭載したバイクを製造した。1907年にはこの年に始まった、マンシマ TT レースの短気筒クラス出場したチャーリーが平均速度38.21マイルパワー。 4時間8分8秒のタイムで優勝を飾った。ハリーも1907年こそ完走できずに終わった。ものの1909年には優勝し、翌1910年にはチャーリーが2勝目を挙げた。彼らの活躍によって、マチレスのオートバイは人々の注目を集めるようになった。 初期のマチレスは単気筒エンジンのモデルが中心だったが、496cc から 998cc の排気量の V 型二気筒エンジンのモデルも少数生産されていた。当初は他社製エンジンを搭載していたが、1912年からはエンジンも自社生産するようになった。マチレスタイプ H 第一次世界大戦中は、軍用オートバイの契約が取れなかったためにほとんど、 生産を行わず、対戦後の1919 19年に生産を再開。最初は、サイドカー用の V 型に気筒モデルの生産に集中し、単気筒モデルの生産再開は1923年からだった。1926年、マチレスの創業者の一人である、ヘンリー・コリアーが死去。会社は息子たちによって引き継がれ、それまでの有限会社から、株式会社になった。 1929年には、チャーリーの設計による、シルバーアローと名付けられた 394CCV 型二気筒 SV エンジンのモデルを発表した。シルバーアローの V 型エンジンは18度という非常に狭いバンク角を持ち、そのために前後のシリンダーは一体化しており、一見すると前後に長い短気筒エンジンに見えた。また、排気管は二気筒分のマニホールドが、 シリンダーブロックの右角から取り出され、キャブレーターはブロック左側の中央に配置されるという、得意なレイアウトも一目を引いた。マチレスシルバーホーク1931年には、当時としては最新メカニズムである V 型4気筒 593cc のシルバーホークを発表した。シルバーホークは、コリアー兄弟のマテイであるバートによるデザインで、バートは、 第二次世界大戦が始まるまで、マチレスの設計部門の責任者を務めた。また、1931年には、エイジェイズブランドを、エイジェイズ創業者のスティーブンス兄弟から購入。以後は、マチレスブランドに加えて、古くからのエイジェイズファンを考慮して、エイジェイズブランドのモデルも販売するようになったが、熱心なエイジェイズのファンは、この合併によって、 エイジーズブランドの独自性がなくなったとして、これ以降の本当にエイジーズと呼べるオートバイは、レーシングマシンの 7R シリーズ、1947年発表のポーキュパイン、戦前に作られたコアだけだとするものもいる。1930年代後半には、同様にサンビームブランドを購入するが、こちらは1943年にビッサに売却されている。 マチレスのエンジンを搭載したモーガンスーパースポーツ1933年からモーガン社にサンホイーラー用 V ツインエンジンの供給を開始。サンホイーラーはいくつかのオートバイ用エンジンを搭載していたが、1935年からは V ツインバージョンに関してはマチレスの独占供給となり、この関係は1939年の第二次大戦、勃発まで続いた。 戦後の1946年には、モーガンの工場に残っていたマチレスの未使用エンジンを使って最終ロットとなるサンホイーラーが組み立てられ、オーストラリアのディーラーで販売された。1935年のマチレス、エイジェイズのオートバイでは、ヘアピンバルブスプリングが初めて使われた。1935年から1940年にかけては、ブラフシューペリアにもオートバイ用のエンジンを、 供給していた。これは、ブラフ・シューペリア専用に作られたエンジンで、マチレス自身のオートバイに搭載されたエンジンとは、バルブの駆動方式やポートの大きさなどが異なる仕様のものだった。AJs も、参照1938年、マチレスや AJs を統括する親会社として、a m c が設立された。a m c は後に、フランシス・バーネットや、ジェームズ・ノートンといった。 オートバイメーカーを吸収していった。マチレス G3 リットル第二次世界大戦中は、マチレスは、軍用として8万台の G3 よび G3 リットルを生産した。1941年に生産を始めた G3 リットルには、テレドローリックフォークと呼ばれるフロントサスペンションを採用していたが、これは、マチレスのオートバイとしては、初めてのテレスコピック式、フロントフォークである。 ヘレドローリックフォークは25年間にわたるオートバイのサスペンションの歴史の中で最も大きな革新であると評価する者も,もいた。戦後はマチレス、エイジーズ両ブランドの 350cc モデルと戦時中の伝説的な軍用オートバイであった G3 を発展させた 500cc 短期等のマチレス g a と例から生産を再開した。1948年からは競技用 1949年には、マチレス、a j ズで、初めてのバーチカルツインエンジンの 500cc モデルを発売、1956年には 600cc、1959年には 650cc モデルへと発展した。レース用モデルでは、AMC はスーパーチャージャーを装備した a j ズ・ポーキュパインや a j ズ7 r などを生産し、1949年に、 始まったロードレース世界選手権ではスーパーチャージャーを取り外したポーキュパインでレスリー・グラハムが 500cc クラスの初代チャンピオンに輝いている。マチレス G501952 年にはマチレス G9 のバーチカルツインをチューニングした 500cc エンジンを 7R をベースとしたフレームに搭載したマチレス G45 を開発。G45 は デレック・ファラントのライディングにより、平均速度88.65マイルパワーで、マンクスグランプリに勝利した。AMC は、G45 の量産を開始し、11月に、アールズコートで開催された、モーターショーに出品した。量産型 G45 は、ファンに受け入れられ、多くのクラブマンが待ちス、AJs の 500cc や 350cc の、市販レーサーで、 レースに出場した。しかし1954年になると、ヨーロッパでオートバイメーカーの競争が激化し、開発責任者のアイクハッチが死去したことも重なって、a m c はこの年の終わりにワークス活動から撤退することを決定した。ただし市販レーサーの製造販売は続けており、1959年にはプライベーター用の市販レーサーであるマチレス d 5 0を発売。 G50 はボアストローク 90.0x78.0mm、出力 50bhp で最高速度 135mph を誇り、ライバルであったノートン・マンクスにスペックではわずかに劣っていたものの、軽量な車体を生かしてタイトなサーキットではたびたびマンクスを打ち負かした。1958年にマチレス、エイジェイズの ロードモデルは 250cc クラスの市場に参入し、1960年には 350cc の軽量短気筒モデルをラインナップに加えた。マチレス G15CSRG15 は、前作の G12 の長所を受け継ぎつつ、クレーム、フロントフォーク、リアスイングアーム、プライマリーチェーンケース、トランスミッション、駆動系、潤滑系と多岐にわたる改良を受けたモデルである。 G15 シリーズは、AMC が所有する3つのブランドからそれぞれリリース、された。まず、マチレスブランドとして、G15CS と G15CSR からなる、G15 シリーズ、AJs からは m マー m、m 3 3クに、M33CS、M33CSR のバリエーションを持つ、モデル33シリーズ、そして、ノートンのロードスター、N15CS である。 G15 シリーズは1963年から生産が始まり、当初は輸出専用モデルであったが1965年からはイギリスでも販売された。マチレス G85CS は圧縮比12-1で低回転から扱いやすく改良された 500cc エンジンを搭載したモデルで1920年代以来の 古い設計のオイルポンプが、ノートン製のギア駆動式のものに交換されていた。この改良は、もともとは1964年に 350cc、500cc のロードスターモデルに対してなされたもので、その後に G85SC にも加えられた。新しいオイルポンプは高性能単気筒エンジンの、高回転域でも安定したオイル供給を可能にしていた。 G85CS は1966年にはさらに改良され、新しいピストンによって圧縮比はさらに12.5、1にまで高められた。また、アマル製 GP キャブレターの標準装備によって、手動性に難があったものの 41BHP、6500RPM の最高出力を発揮した。P11 は G85CS のフレームを変更し、強化した。 フロントフォーク、完全新設計の駆動系、潤滑系やチェーンケースなどいくつかの改良を加えたモデルであり、AMC が生産した最後のモデルとなった。マチレス、a j ズは快適で扱いやすく信頼性にも優れ経済的なオートバイを提供し続けた。しかし、これらの特性は商業的に成功し続けるには十分ではなく、1960年代に入ってから、 売り上げは落ち込み続けていた。1960年にチーフデザイナーのバート・ホップウッドが AMC を辞めメリデンに拠点があったトライアンフに移籍したが、この年に AMC が計上した利益は同じギリスのオートバイメーカーであるビッサの利益が350万ポンドであったのに対してわずかに20万ポンド程度だった。そして翌1961年には35万ポンドの 赤字となり、1962年にはすでに AMC 参加となっていたノートンのバーミンガム工場を閉鎖し、ノートンとマチレスの生産拠点を一本化するなどの合理化を図るが状況は明らかに厳しくなりつつあった。AMC はノートンは二気筒モデルに、マチレス、AJ ジズは単気筒モデルにラインナップを絞るという決定を下すがこの戦略も功を奏することはなく、 ついには生産中止に至り AMC は倒産、会社の資産は新会社のノートンビリアーズに引き継がれた。ノートンも参照1966年破産した AMC はマンガンブロンズホールディングスに買収され、AMC が所有していたブランドなどの資産は新たに設立されたノートンビリアーズに継承された。新会社の名称にノートンが冠されたのは、 この当時旧 a m c グループが持っていたブランドのうち、ノートンだけが唯一商業的に成功を収めていたことによる。ノートン・ウィリアーズの代表で、P11 シリーズは前期の通りマチレスの G85 ーベースに作られたモデルだがマチレスとノートンの両ブランドで販売され、1969年の春まで生産された。また、G15 シリーズも、 AMC 時代から引き続いて1968年まで生産された。しかしノートンビリヤーズでは徐々にノートンブランドが中心となり、1969年にはマチレスブランドのオートバイは姿を消した。ノートンビリヤーズは1973年に不審にあえでいたビッサトライアンフグループを吸収し、ノートンビリヤーズトライアンフとなった。しかしこの新会社も経営難に陥り、 1977年に倒産した。同社が持っていたブランドの権利は実業家のジョン・ブロアの手に移り、予備パーツのストックはオートバイパーツの製造販売を営んでいたレス・ハリスが買い取った。ハリスは購入したパーツを使ってトライアンフなどの生産を限定的に再開したが、やがて自身の設計によるオートバイの製造を始め、これにジョン・ブロアの許可を得て、 トライアンフの名を冠して販売した。そして1987年、ハリスは、ロータックス製 494cc クーレー、サイチェシー短気筒エンジンを搭載したオートバイを、マチレス G8 レーとして発売した。これは1950年代に作られた同盟のモデルと区別するために、ハリスマチレス G8 レーと呼ばれ、セルスターターやダブルディスクブレーキを装備していた。 この新たな G8 a 令和1990年まで生産されていた。ありがとうございます。